ちょっと一旦止まるか。三角ね、三角。はい。ここで丸を押したら全てが台無しじゃないか。え、ここ?ここに来るのかい?いやいやいや、うん。いや。ベラに説明してほしい。私はコミュ障で口下手なんだ。ベラついてきてんのか一応。ってことは?こっからだね。この階段すら見えないってこと?大人はダメだね。どうしようかな。薬草買い足しとくか。ちょっと使っちゃったからね。よいしょ。薬草買いまーす。これ FF みたいにさ、まとめて買いたいんだけど。すげえめんどくさいよ。一個一個買うの。あ、でも、FF と違ってあれだもんね。こう、袋に入ってるやつは使えないんだよな。アンドレ一応命令できるんだから、こいつにも持たしとくか。と言っても、命令ちゃんと聞いてくれなかったりするからな、アンドレ。どのぐらい買っとこうかな?こんなもんかな?袋の中には何個あるか見たいけど見れないな。街の外では見れるか。ちょっと一旦出るか。袋の中は、一個しかないのか。ちょっと不安だな。ちょっと、もうこの革の帽子とか売っちゃってもいい気がするんだけど、どうしようかな。まあ、いっか。とりあえず、袋にも何個か買っとくか。いやー、結構メニュー開けないって不便ね。何装備してるかとかも、この場ではわかんないでしょ?結構不便だね。ちょっと一旦セーブしとこうかな。よし。じゃあ、行くかね、氷の館。北だよね。まあ、こっから上にどんどん行きゃいいわけだな。まあ、道中の敵はそんな大したことないよね。あの、なんか、コロシリーズが鬱陶しい感じがするけど。多いな。ちょっと数多くないですか?こここそ、ベラ、ギラ使ってほしいんだけど。お、一撃。おー、そんなに強かないんだな。ベラ脆いな。ちょっと待って、ベラがすげえもろーっと、ま、ちょい。いや、ベラそこはギラですよ。そこはギラでしょ。そこはギラでしょ。ちょっと。あー、呪文が使いたい。いや、ちょっと。呪文で攻撃したいよ。よし。とっととギラを使ってほしいな、ベラ。今はギラ使うとこだろ、普通。え、そんなにエンカウントするなんて。あー、ちょっとなんか嫌なのが来たぞ。魔法使いが嫌だ。なんでそっちなんだよ。もう、アンドレ。あ、うわ、最悪じゃない、これ。
うぜえうぜえマジで。そ、意外とホイミスライム強い。いや、もう今更だよ。今更ですよ。ちょっともうベラの行動基準が理解できない。21。まあ、ほっといてもホイミはしてくれるかな、ベラは。ちょ、なんかエンカウント多くないですか？ちょ、まったこれ。サボテンボールから行くか。いや、痛い。ちょっと待って、ちょっと待って、マジで、マジでやばい。まさかそん、てかもう、ベラよ。ベラ？きついなぁ、ベラ。全然なんか、何にもしてくれない。とりあえず一旦呪文を。どうせ戦闘中呪文使えないから MP 余ると思うんだよね。あ、ちょっとずれてるな。こっちだ。スカルサーペントは大したことはないんだけど、魔法使いだよね。これで一掃できないかな。あーい、ちょっと残った。まあ、仲間呼ばなかったからいっか。よし。ふう。もうちょっとで、ここでしょ、きっと。館っていう割に思いっきり洞窟だけどさ。これか。ああ、これ、そういうことか。このパターンか。この手のね、なんていうの、パズル的なのね、ほんとね、苦手なんですよ。あの、ポケモンのさ、金銀だっけ？氷の抜け道とかいうさ、ダンジョンがあって、そこクリアするのもほんと時間かかったんですよ。ああ、どこかわからんな。ちょっとニュートラルに戻して。うわ、ドラキーマか。ドラキーマ何してきたっけ、こいつ。ラリホーとかしてくんだっけな。ルカナンとかはタホドラキーか？なんだっけな。ドラキーマから行く、あ、ドラキーマから行ってくださいよ。まあいいや。ああいうサポートタイプは一匹残ったら大したことないからな。こっち行きたいけど行けないのか。こうか。よし。なんか途中でさ、止まる場所あるよね。よくわかんないけど。これ、微妙。あそこになんか、いるな。エリミネーターみたいなのがいるな。あそこを目指しゃいいんだろうけど、素直にこっから行っていいのか？あ、なんか行けちゃいそうだな。よ。お前か。お前か。フルート盗んだやつは。ポワンはじいちゃんを村から追い出して憎いやつで。フルートが欲しければ力ずくで奪ってみろ。しまった。回復してねえ。回復してないっす。どうしよう。やっちまったな。勝てるかな。呪文が使えないから、おお、痛いな。ちょっと、痛いっす。痛い。あ、強いな。強い。あ、ちょっとやばい。
よし、状態的にいいのかどうかわからんな。お、レベル上がった。待てよ、ベラの HP がちょっと減ってる気がするぞ。大丈夫かい？魔法の聖水。まあまあまあ、MP 回復できるから。え、じいちゃんを村から追い出したのはプオン様じゃないって？けど、雪の女王様が。そういうことね。うわ、悪そう。こいつが黒幕かよ。ふくっ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 く。とんだ邪魔が入ったこと。やはり、子供をたぶらかしてという私の考えは甘かったようですね。今度は私が相手です。さあ、いらっしゃい。うーわ、ブリザードマンじゃん。勝てるかな？これ、ちょっと待ってよ。こいつ、多分こいつも、なんかローテーションかなんかがありそうだから、それを見切りたいな。危ない攻撃の時は防御とかしたいな。いや、そこルカナンしてよ。ルカナン効かない、ひょっとして。あう、痛いね。あ、痛いですね。非常に痛いですね。まだいけるかな。あ、包囲になんかしやがるのか、こいつ。あ、痛い。ちょっともうこの際回復はベラに任せるか。それも危険すぎる気がするな。なんか、HP 減ってたら優先的に包囲をしてくれるわけでもなさそうだよな、こいつ。うったい。わかった。薬草使うか。回復、あ、してくれんのかい、してくれんのかい、もったいない。ん？大きく息を吸い込んだよね。ちょっと危ないか。まあ、でも息を吸い込んだって打撃に乗っかるんだっけ？まだ大丈夫かな？危ないか、ひょっとして。ひょっとして危ないのか？あ、そうでもないのか？何のために息吸い込んでんだ、こいつ。ちょっとよくわからんな。ちょっと待って、ベラが案外危険かもしれない。あ、でもベラ、火力がしょぼい。あー、あれ、凍りつく息、ここで吐く。マジか。微妙だな。まだいけるか？まだいける。やばす。やばす。アンドレア攻撃しよう。こいつなんかローテーション、ローテーションな気もせんでもないけど微妙なんだよな。いや、アンドレア攻撃だな。あー、そこで効率的に吐く。そこで吐く。ベラは霊気に強いんだな。まだ大丈夫だろ。アドなんかしてき、まだ大丈夫と見た。あー、ちょっと危ないかもしれない。あ、アンドレ、俺の命令を無視して、あいつ。まあ、ベラが回復してくれるかもしれないけど、アンドレは貴重な火力の源だからな。これ微妙だな。ちょっと待ってよ。薬草が減ってきてる。どうする？ベラにかける。でも俺が死んだら全滅なんだよね、多分これ。回復するか。危ない。あー、してくれたか、やっぱり。
防御しとこうか。だから命令を無視しないでおくんなまし。なんで俺の命令無視するんだい。俺は間違ったこと言ってないよ。てかベラ絶対ギラ使った方が火力出るって。あ、でもホイミの MP が減るからやっぱやめとこう。くそー、こいつホイミするから結構しぶとい。ホイミでどれくらい回復する、あいつ。おっと、そうきた。アンドレは回復してくれると見た。倒した、倒した、よかった。あ、ベラがさ霊気に強かったから助かったね。で結構ホイミも押してくれたもんね。いや、よかった。ありがとうございます。くくくか、体が熱い。うわぁ。そんな死に方？ちょっと待って。フルートどっち？ちょっと待ってよ。ちょっと待って、フルートどっちよ。どっちに入ってるのか教えてくれ。どっちに入ってるか教えてくれ。どっちか教えて。どっちか教えてよ、マジで。マジかよ。こっち。よし、よかったー、よかった、マジで。もうほんと宝箱入れるのやめようよ、もう。よかったー。あー、危ねえ。敵もいいよー。ちょっと待って、もう、こんな時に。こんな時にこいつらが出てくる。ちょっと待って、ちょっと待って。もういっか、最悪死んでもいっか。最悪死んでもいいとしよう。とりあえずフルートは持ってるかな。うん、フルートがあるからなんとかなるだろう。お、私？お、レベル上がった。よし、急いで帰ろう。よし、ふう、助かったー。今は呪文使っていいんだよな。ちょっと使っときます。まあいいか、こんなもんでいいだろう。もうこの際、キメラの翼使って帰れないかな。よし、これで、これで、春が来るぜ。ちょっと、あんた邪魔だよ。せっかく私がリリー・ホワイトを助け出したのにさ。リリー・ホワイトの元ネタ知ってんのかな？元ネタっていうか、まあ、東宝プロジェクトですけどね。春ですよーっつって春をお知らせする妖精なんですよ。まあ、それはまさしく春風のフルート。さあ、ともき、あなたのお顔をよく見せてくださいな。よくやってくれました。これでやっと世界に春を告げることができますわ。なんてお礼を言えばいいのやら。そうだわ、約束しましょう。あなたが大人になり、もし何か困った時、再びこの国を訪ねなさい。きっと力になりましょう。いいですか、よく覚えておくのですよ。いや、
うん、まあ覚えとくけど。マジか。まあ、私も多分忘れませんよ。絶対にギラを使わなかったというあなたのポリシーよ。だって今までさ、一回しかギラ使ったとこ見たことないよね。何これ。あー、なんか名産品かな？はい。では、この妖精の村からも、おいとましますか。これは吹く曲はやっぱ決まってるんですかね。おうおうおう、桜が。桜が咲いたけど、まだ天気が悪いな。ふう。お、桜の花びらが。これは夢ではないということを、この花びらがね、教えてくれるわけだね。え、アンドレにくっついた？よし。どうするかな？次の町まで行けるかな？あー、そうなんだ。ラインハットね。ラインハットまで行けっかな？わかりましたよ。じゃあ、ラインハット、なんだい？あー、さっきの枝？そうですね。じゃあ、飾っといてもらいましょう。じゃあ、パパス追いかけるか。多分、戦ってりゃ来るんでしょ、きっと。パパスは過保護だから。まあ、いっか。とりあえず、ラインハットまで行ってから。うん。え？ヘイ、パパス。パパス？パパスが忽然と姿を消したんだけど。パパース。パパース。いやいやいや。参ったね。どこ行ったの、あいつ。教会にでもいるのか？あ、いたいたいた。おお、今までどこにいたんだ？ずいぶん探したぞ。まあいい。父さんは旅立つ前に神にお祈りをしていたところだ。お前も祈っておくといいだろう。父さんは村の入り口で待ってるからな。まあ一旦祈っておくか。さて、じゃあ、よいしょ。ラインハットに行ったらまたスロット回せるんで、そこまでは行っておきたいかな。よし。うん。この旅が終わったら父さんは少し落ち着くつもりだ。うん。若干フラグ臭がするね、このセリフは。このセリフはフラグ臭がプンプンするね。まあ。まあね、私もまあ、プレイ経験があるから、まあどうなるかっていうのを知っているがゆえにね、感じるんかもしれないですけど。いやでもさ、今まで散々旅してたのにさ、急になんか、これからは遊んであげられるぞってなんか言われると、どうしたんだろうってなるよね。おお、あなたがパパス殿ですか。連絡を受けています。どうぞお通りください。うん。関所なんだな。
ああ、こういうなんかね、ジメジメしたとこ嫌なんですよね。なんかナメクジとかいそうでしょ。私個人的にはすごく、ナメクジが嫌いでね。最近住み出した場所がね、結構ね、まあ、田舎っていうのかな。ナメクジが出るんですよね。うん。ほっといてくだされ。わしは、川の流れを見ながら、この国の行く末を案じているだけじゃって。うん。まあなんか、不穏な空気が流れてるんですかね、このラインハット。そうですよ。俺もびっくりしたわ。何してんだ、この人って思って。パパスはあれなのかな？私以上に方向音痴かな？私もゲームの中ではすごく方向音痴ですからね。なんか今お城が見えてたんだけど。なんでそんな遠回りすんの？もう森の中突っ切りゃいいじゃんか。森が嫌いなのかな？うん。ここがラインハットですな。待て！我が城に何用だ？私はサンタローズに住むパパスというものだ。国王に呼ばれ来たのだが。おお、あなたがパパス殿ですか。これは失礼しました。国王がお待ちかねです。さあ、こちらへ。まあ、パパス殿ってなんかすごく言いにくいね。パパスっていう名前がちょっとね、やっぱこう、破裂音がね、2回続くとなるとこう、難しいよね。また広いな、この城。顔色が悪いな。なんか CW ニコルみたい。ふん、ご苦労であった。その方は下がってよいぞ。はっ、失礼いたします。さて、パパスとやら、そなたの勇猛さは、このわしも聞き及んでおるぞ。その腕を見込んで、ちと頼みがあるのだが、ふん。パパス、もう少しそばに、皆の者は下がってよいぞ。そんなとこに立っていても退屈だろう。良い機会だから、お城の中を見せてもらいなさい。一通り見るうちには、父さんたちの話も終わるはずだ。まあいいや。ちょっと一旦、ここで、あれですね。スロット回しますか。じゃあ、スロットを回させていただきましょう。おりゃ。ストップ。きつ。ちょっと待って、これきついよー。これきついよー。